皆さん、明けましておめでとうございます。まだまだ患者さんの臨床に、の研究も進んでおりませんで、これからどんどんこう治癒率というか改善率といいますか、そういうのを上げていきたいなと思っておるんですけども、なんせまだまだ、臨床例が少ないので、まだそこまで評価するには達しておりません。今後ですね、今年の抱負としましてはですね、できるだけ資金といいますか、研究費を潤沢に、使えるような体制に持っていきたいなと思っておりますけども、いわゆる寄付金とかですね、研究費をなんとか捻出していきたいなと思っております。それによって患者さんのご負担をできるだけ少なくするという方向に持っていけたらなと思っておりますけども、それにはだから研究費だけを外から、いただくだけではなくてですね、私たち自らが、努力して自分そのお金を捻出していくという努力もしていかないといけないなと考えておりまして、今いろいろ方策を考えております。それとですね、昨年、阪大との接触をしましてですね、できるだけそことの、共同研究とかを理想としてはやっていきたいなと考えています。それから清水さんの方でですね、菌液の生成度を上げていくということにも取り組んでいただいて、基礎的な研究もどんどん進めていきたいなと考えておりますので、皆さんのご協力を願いたいなと。で、臨床研究に関してもそれぞれの21施設の先生方が努力していただいて、どんどん臨床報告を増やしていきたいと思っております。基礎的研究、臨床的研究も2つは井上先生にご助言をいただきながら、さらに発展させていきたいなと考えておりますので、皆様のご協力を願いたいと思っております。よろしくお願いいたします。